2024年の5月28日です。5月28日、俺なんて言えばいいかな、ある病院ね、ある病院に出入り禁止食らったの。出入り禁止食らったんだよ。理由はね、精神疾患だからって。そんなひでえなと思ったけどね、精神疾患だから出入り禁止だってひでえなと思ったけど、俺がやったことっていうのはね、確認癖で電話をかけたことね。何回もかけたってわけじゃない、そこまでかけたのかな。出入り禁止食らった理由は電話をかけたこと。ちょうどもう大晦日直前でね、直前で誰もいなくて先生だけがいたんだろうね、病院の先生だけが。で、電話出なくて、もう出ない、どうせ俺もう出ないだろうと思ってずっとかけっぱなししてたのよ。電話かけっぱなしにね。それでいたのよ、先生は、その時病院に。で、怒りを買ってしまったわけ。俺、電話誰も出ないからね、まあ休みだろうなと思ったんだけど、一応かけ続けたよね。で、いたのよ。それで怒りを買った。とりあえず出入り禁止になった、そこを。ショックだよ。もう来ないでくださいって言われて、来ないでくださいって言われて、理由は何ですかって聞いたら、精神疾患だからだって。一応このくらいで終わろう。またね。2分しか多分入んねえんじゃないかな。途中消えてるかも。じゃあね。